こんにちは、しおちゃんのお時間です。今回は触れたものすべてを凍らせる死のつらら、ブライニクルを紹介します。あなたが南極の海で餌を探しているとき、つららのようなものを見かけたときは絶対に触らないでください。これはブライニクルといい、南極海などの極めて冷たい環境にある海中で発生します。ブライニクルは塩水を意味するブラインと、つららを意味するアイシクルを合わせた言葉で、海氷の下でできる不思議な氷のつららです。海氷ができるときに塩分が濃くなった水は冷たくて重いため、海底に向かって流れていきます。するとその流れが周りの水を凍らせて、空洞の氷の管を作ります。その管の中を塩水が流れ続けて、ブライニクルが下向きに成長していきます。このようにブライニクルは低温の水が周囲の水を凍らせることによって、さらに下へ下へと成長していくのです。この成長は極めて急速で、8から10時間程度で約2メートルにもなることがあります。ブライニクルは1960年代に初めて観測が行われ、1974年には先ほど説明した理論がイギリスの海洋学者であるシーリー・マーティンによって提唱されていました。ですが実際にそれが一から作り出されていく様子が撮影されたのは、この説が提唱されてから35年も後の2011年のことでした。こうして南極にあるロス島で初めて映像に収められたブライニクルは、 BBC のドキュメンタリー番組フローズンプラネットで放送され、広く知られることとなりました。適切な状況下にある場合、ブライニクルは海底まで到達することが可能です。さらに海底まで到達してもブライニクルは周囲の水を凍らせ続けます。人でやウニを含む海底に生息する生物は、この拡大するブライニクルに捕らえられ、最終的には凍結し死んでしまう恐れがあります。このためブライニクルは氷の竜巻や死のつららなどとも呼ばれているのです。くれぐれもブライニクルにはご注意ください。